日本の学者、鳥居隆造による月型石柱の写真。プユマ族は台湾原住民の種族の一つ。漢字では避難族と表記される。ピューマと書かれることもある。通常、チボンと南王のグループに分けられる。本来は民族としての自称がなく構成している八つの集落にちなんで、発社シゲルとも呼ばれた。八つの集落のうち、 最も優勢だったプユマにちなんで、プユマ族と呼ばれるようになり、それが定着した。古地のパナパナヤンにちなんで、日本人の研究者により、パナパナヤン族と命名されたことがあるが、定着しなかった。2000年、プユマ族の人口は9606人を数えた。これは、台湾原住民の総人口のおよそ2.4%であり、6番目に大きな種族である。 プユマ族は固有の言語であるプユマ語を持っているが、現在、若い世代のプユマ族は民族語を話せなくなっており、復興運動も各地で行われている。アーメイやサミンガのように芸能界で活躍するプユマ族もおり、サミンガのようにプユマ語で歌も歌う歌手もいる。現在の台東県、大のマリ号ミワ海岸付近の山にある巨石が割れ、 そこから祖先が誕生したという伝説である。地本村、県和村、大安村、初鹿村、李、河村などに伝わり、地本村及び県和村には発祥記念碑が混流されている。南王、里、瓶明村、宝、桑村などに分布する発祥伝説である。南王長老によれば祖先は竹より誕生したとされるが、その場所については遺説が存在している。 新代の後記念館、南王のプユマ族は、宿和高の反乱の平定に功績があり、新朝より避難だように作法され、近隣の阿弥族、バイワ湾族からの功能や調税を行い、台湾原住民の中で有利な地位を獲得したことがある。プユマ族の社会は、東目制度と男子会所による年齢階級組織が混在した、母系社会である。男子会所組織は、 部族全体の問題解決を行う組織であるが、世襲の頭目による指導を受けていた。現在では、社会制度の改変により、頭目としての職権は、村長が事実上継承しているが、生活の中では現在でもらう尊敬の対象とされている。またこれ以外に、祭り師と称される部族の重要な祭取を司る人物がいる。人口が少ない割には、 著名人を多く輩出している、広し夢号、ありがとうございます。